里崎チャンネルジョブさあプロ野球全試合総チェック、はい、金土日の試合をね、解説していきたいと思います。もう初めからカピカピですけども、今から1時間喋らなきゃいけないんでね、気合い入れて、いきたいと思います。まあ、昨日はですね、まあ、佐々木朗希がね、プロ入り初先発っていうところでね、佐々木朗希だけのために試合後、ね、ここです。乗ってるかなね、総チェック、やりましたけども、まあ、そちらね、見てない方はぜひ、見ていただきたいと思います。ということで、今日もお送りしましょう。まず最初に、その佐々木朗希が投げた、ロッテ対西武戦、いきたいと思います。5月14日4対4引き分け、そして5月15日0対3で西武、そして16日6対6の引き分け、1勝2分けで西武の勝ち越しっていうね、試合展開になりましたけども、14日ね、4対4の引き分け、まあ西武はね、高橋コーナー登板時、ちょっと引き分け多いよね、全体的に。まあ4月23日ね、楽天戦引き分け、そして5月7日ホークス戦引き分け、で14日ね、このマリンでね、引き分けというところで、まあ開幕同士だからね、相手ピッチャーもいいっていうところで、まあ仕方ない面もあるけども、やはり西武としては、この今ね、エース、高橋コーナーの時にね、しっかり勝ち星を積み重ねていくとね、A クラスに行きやすいんで、ここはね、勝てる時はしっかり勝っておきたい。しかも、この14日、勝てたね。でもなぜ勝てないか。ね。まず第一つ、格言。取れる時に取ってないから、こうなる。です。はい。まあね、4回表、まあ1得点後ね、ノーアウトに三塁になって、まあ、ウーネンティン、セカンドゴロ、栗山サードゴロ、愛とショートゴロと、ここでね、もう1、2点取れるチャンスあった中でね、点が取れなかったっていうところは結局後々響いたなと。まあ、栗山のね、サードゴロ、安田のね、グッドプレーね、ありましたけども、ここでね、もう1点取っときたかった。最低でもね。あと、9回表、まあ、ピッチャーがね、同意で、ワンアウト、金子がね、フォアボール、そして若林、ライト、ヒットで金子三塁へ。で、ワンアウト、一三塁になって、源田ね、の時に、初球ね、セーフティースクイズ。まあ、これがね、まあ、ファールになるんですけども、2球目ね、若林が盗塁してね、アウト。で、まあね、キャッチャーの送球がちょっと三塁側に逸れてね、エチバリアがちょっとね、倒れながらもね、うまくタッチしたっていうね、エチバリアの守備、グッ。ですけども、まあ、若林はね、今、盗塁王だから、まあ、走ってもいい状況かもわかんないし、勝ってたからっていうのもあるけども、ここ次の1点、すごい大事だったと思うのね。やっぱ取れる時に取るっていうところで、そう考えると、その、無理してまで、ここ走った方が良かったのかっていう問題ね。ここ走らないで、もう一回、セーフティースクイズでも、良かったんちゃうかと。しかもまあ、金子若林の足考えると、まあ、源田、ダブルプレーもないし、まあ、そのままね、ロッテ戦調子がいいっていう源田をね、打たしても良かったし、ここのちょっとね、盗塁はクエスチョンマークでしたね。逆にロッテとしてはね、助かったし、よくセカンドね、刺しましたよね。で、その後ね、源田、ショートライナーで、ここ1点も取れずっていうね。で、その9回ぐらいにね、ワンアウトから、角中のね、普通はファーストゴロね、それがファーストベースに当たってね、ラッキーな、ツーベースヒットになって、レアード、ツーボールワンストライクからね、まあ、ストライクね、取りに行っちゃったナックルカーブをね、同点ホームラン。これはもうレアード、グッ。ナイスホームラン。ね。で、まあ、その後ね、ピッチャー交代しながら森脇がね、ツーアウト満塁まで行きましたけども、まあ、よく踏ん張ったなっていうところはありますけども、まあ、クブクリンね、ロッテは負けてる中で、最後レアードの一発っていうところと、やっぱり先ほど説明したね、西武やっぱり取れるべき時に取ってなかったことがね、結局この引き分けになっちゃったかなと。あとね、ロッテで言うとね、4回裏安田のね、このインコースストレートのホームラン。久しぶりにインコースを引っ張ってね、ホームラン見たかなっていうね。まあ、ここがしっかりね、捉えてくれれば、自分のね、好きなアウトコースのとこもしっかりね、捉えて、まあ、打率がね、上がっていく傾向があるんで、まあ、ここをね、一つの節目として、ここからね、ちょっと打率もね、上げていってもらいたいなっていうところもあります。あと、守備で言うとね、西武、初回ね、小木野の盗塁、アウト、森ね、取ってからも早いし、まあ、源田ね、ショートバーになったけども、これね、ナイスタッチっていうところもあったし、その後ね、マーティンのセカンドね、2-6の、また森もこれ取ってから早く、ちょっとね、ショートバーになったけども、源田がね、またうまく処理っていうね、この形、非常に守備は良かったね。でも、マーティン、バーンと、あれ飛び出して、しかも昨日も牽制して、源田に砂かけて、まあ、面白かったけども、そこ、トロトロしないで、しっかりやっていかないと、もったいないよ。まあでもここね、初回しっかりね、潰したっていうところもね、西武としては非常にいいスタートをね、切った。その中でね、カットきたかっただけに、このね、取れる時に取ってなかったのは痛かったね。でしかもこれがね、今年の、9回打ち切りがね、物語ってんだけど、これもしね、延長あったら、ロッテ多分勝ってたね。それなんでかっていうと、もう西武は中継ぎ陣全員使い切って、ロッテはまだ中継ぎ陣誰もね、勝ちゲームの使ってなかったから、あのまま延長いったら10、11、12投げたと思うんだよね。まあ、こういったところがね、まあもちろん延長がないからって言ってね、西武もね、どんどん選手をつぎ込んだっていうのもありますけども、まあこういったところがね、この延長があるないでね、非常に大きい試合展開だったんじゃないのかなと思いますね。で、5月15日、0対3でね、西武の勝ちになりましたけども、まあ西武松本ね、自身最長の8回、132球、2安打5三振、4四球、1デッドボール、無失点と。まあ5四球出したけども、触れてたし、まあ変化球もね、結構嫌いあったかなと。あといい感じでね、荒れてて、ちょっとロッテ打線がね、的を仕留めきれなかったかなっていうところもあるし、さすがにね、2安打じゃ無理。さすがに勝てない。まあ四死球ね、5とありましたけども、さすがにそれでも2安打じゃ無理だね。で、まあ西武はね、ランダー脱毛、得点ね、なかなかできなかったところを8回ね、金子ツーベースで若林バント、で、源田がね、センタータイムリーと、まあ、対ロッテね、この15日前で打率が3割6分4厘と、一番ね、ロッテに対して打ってるっていうね。で、森その後ね、センターフライ、こう中村がね、センター前打って、2アウト1、2で山川ね、このスライダー、結構難しいところだったけども、下半身粘ってね、センター前、グッと。ね、この1点も非常に大きかった。で、交代してね、ピッチャー田中。で、栗山にね、ピッチャー強襲の内野安打を打たれて、ウーネンディンと押し出しデッドボール、バーンで、これ3点でね。で、9回は平が出てきて、しっかりセーブでね、抑えて、逃げ切りっていうところで、まあ、ロッテとしてはね、もう打つ手なく、まあ、これはもう完敗っていうね、ところでしたね。で、6月6日、6月16日、まあ、昨日の試合ね、まあ、佐々木朗希のピッチングに対しては、昨日の動画で見たんで、そちらをね、ぜひ見てもらいたいっていうところで、まあ、試合内容で言うとね、まあ、やっぱりね、3回表、金子のね、ファーストゴロ、レアードのファンブル、これ痛かったね。これなかったら、下手したら本当に最小失点で、まあ、取られても2点ぐらいで5回ね、収まったかなっていうところでね、このファンブルはね、正直痛かった。その後ね、トントントンと打線繋がってね、得点したっていうのもありますし、あと西武ね、平井ちょっとね、ストライクボールはっきりすぎて、珍しいぐらい制球がね、困ってて、ストライクは全部ね、この左の外すらなんてもうほぼ真ん中に入っていっててね、なかなか宿泊したところでね、ロッテが、まあ、初回ね、3球で、荻野ホームラン、マーティホームランとトントンっていって、その後もね、2アウトから佐藤がタイムリー打って、で、荻野も打ってっていう、かなりいい形でね、前半4点取ったのに、この3回のね、エラーからの失点というのは非常に試合展開としても、まあ、痛かったなっていうところもありますし、まあ、あとね、西武は3回、4回ね、先頭出てこのバントね、されて、すごい助かったんちゃうかなと。だからロッテ打線がね、3回4回先頭出しちゃってね、平井がね。で、出て、で、これね、両方とも、中村と藤岡がね、送りバントするんだけども、多分守備的に言うと、平井もすごい苦労してるから、ここでワンアウトくれるって、ちょっとありがたかったん違うかなっていう側面もね、あるんじゃないかなと思いますね。ひょっとしてあのまま打ちに行ってた、まあどうなったか全くわかんないし、点入ってないからね、こういう形になるけども、あそこのバンド、まあ解説ね、聞いてくれた方はわかると思うんですけど、あそこの2回のバンドっていうのは、ちょっと、まあ僕はもし、森の立場だったら、ラッキーと思いますね。これアウトでワンアウト取れるっていう、万が一点取られても1点で済むっていうね、ところで、あのバントはね、非常に相手をちょっと楽にさせたバントだったかなっていうところもありますし、あと3回表ね、源田、宇宙間抜けてのスリーベース、そして8回のね、スパンジェンバーグ、ライトのね、ヒット。で、まあ、ウーネンティンがね、走ってたことによって一気にね、まあ、マーティンのね、ちょっと打球処理、バウンド合わずっていうところとね、足が滑って返球がね、ちょっとね、荒れたっていうところでね、一気にホーム。このウーネンティンのそれ行くわって。でもこのね、2回の源田とスパンジェンバーグの打球、これ全体的にロッテの外野が、レフトとセンターはレフト側に流れて、マーティンはほぼ定位置にいるんで、宇宙間がめちゃくちゃ空いてるんだよね。この守備シフトが、完璧機能はうまく作用しなくて、全部そこの間を飛んだやつが、進塁っていう形でね、ちょっと失点したっていう形で、まあ、うまくいけばね、いいですけど、そういったところね、常にそういう形でするんじゃなくて、ピッチャーの攻め方とか、バッターによってね、ちょっと変えてもいいんじゃないのかなっていうところはね、見てて思いましたね。あとまあね、8回のね、マーティンの守備、このね、金子のライトへのツーベースね、あれクッションもたついてると、ホームまでね、逆転のランナー来たところをね、反転しながらも、しっかりね、クッションを、取って、そのままね、取ってから早く中継に返したっていうのもね、一塁ランナーを返さないでね、すごいプレーだったし、その後のね、愛斗のライトフライ、あれも後方ね、更新しながら、しっかりね、フェンスとの距離測ってキャッチしたっていうね、8回裏のね、マーティの守備、グーッと。あれね、下手したら本当逆転されてもおかしくないようなところね、姫子マーカーやね、プレー。まあ投げるのはね、一流だけど、この取るところね、あとはクッションのね、ポジショニング、非常に素晴らしかったなと思いますし、まああとね、盗塁5個されてね、まあ佐藤俊也ね、まあ、最初のうち、まあ、盗塁っていうのはね、ピッチャーの問題もあるから、まあ、キャッチャーどうしようもないところもあるけども、その中でも、やっぱりセカンドにはちゃんと投げないと、まあ、言い訳聞かないよね。まあ、それが全部ね、低投してワンパンになったりしながらね、盗塁されていくっていうのは、見栄えも悪いしね、相手に好きつかれるっていうところもあるんで、盗塁されてもいいけども、セカンドにはしっかり投げていくっていうところを日頃ね、練習していかなきゃいけないんで、ここはね、もう激励の意味を込めて厳しく、大バーッとね、あと、ワイルドピッチ。ねえ。あれは確実に止めれたね。あとね、バッターが空振りしたやつは、どんなボールでももうキャッチャーは絶対止めなきゃいけない。空振りしてないやつは止めれないのもね、仕方ないっていうところあるけど、バッターがもう空振りしたのは、どんな難しい球であろうが、簡単な球であろうが、もうブロッキングして当たり前っていうね、認識でやっていかないと、やっぱバッター振ってるわけだからね、あそこはしっかりやっていかないと、その同期入団でもね、年上っていうところで佐々木を引っ張っていかなきゃいけないところ、あのミスはね、バーッと、ね、ダメだね。でもその後ね、しっかりその試合の中でね、修正して、盗塁をね、刺したっていうところは、非常にね、良かったと思います。ね、これをね、次の試合じゃなくて、その試合の中でね、しっかり修正しながらね、その後しっかりね、盗塁を刺した。ここはね、グッと、ね、佐藤に送りたいと思いますけれども、あとね、佐藤の、まあ、クイック、まあ、いろんなね、評論家の方、解説者の方がね、語ってるところありましたけど、あの後も映像を見ながら、ストップウォッチで測ったんだよね。測ったんだけども、やっぱり遅くないんだよね。いや、それはめちゃくちゃ早くもないけども、まあ俺は 1.25 秒以内でクイックできれば、それはもう、OK っていうラインなんだけども、変化球の時にたまに 1.25 ちょっと切れる時、27とか、でも変化球の時って結構遅くなるピッチャーいるんだよね。変化球もストレートも 1.25 両方切るって、なかなか早い部類で、そんなにめちゃくちゃ多くないんだよね、全体的に。変化球の時は若干遅くなるっていうところを踏まえても 1.28 とかっていうところもあったけども、ストレートは 1.16 とか17とかの時もあったんだよね。だから多分クイックは、俺ストップウォッチで測ったけど、そこまで、だからまあ人にように測ってね、そう誤差多少あるかもわかんないし、まあコマ送りでやったわけじゃないから、正確なね、完全に、自分の感覚だけのことだから、わかんないけども、そんなにね、俺個人的にはそんなに遅くなかったんじゃないのかなと。むしろ、あからさまにスタートが良かったんで、その牽制とか、投げるタイミングが一緒とか、もしくはその、動き出しの動作に何かね、癖があったりとか、動作に大きなポイントがひょっとしたらあるかもわかんない。あとはもう全体的に佐々木だけの問題じゃなくて、ロッテはもうチーム全体で走られまくってるから、これは佐々木朗希の問題だけじゃなくて、ロッテのチームとしての問題もあると思うんだよね。だから佐々木だけ見てると、やっぱここ盗塁されて、やっぱクイック問題あるんちゃうかとか、いろんな問題あるんちゃうかっていうのは、そこからね、もう指摘されて、まあ当たり前だよね。でもその中で、なんて言うんだろうね、全体的にもう、盗塁されてるから、まあ、そこをチーム全体でやっていかないと、佐々木だけの問題じゃなくて、チームとしての問題として取り掛かないと、ちょっと盗塁されすぎだし、スタートね、企画されすぎっていう部分もあるんで、まあ、ここら辺をね、修正してもらいたいなと思います。ということでね、14、15、16、1勝1分けで西武の勝ち越しでした。さあ続いて、オリックス対楽天、5月14日9対4でオリックス、そして15日4対3でオリックス、そして16日0対1で楽天、オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。14日9対4でオリックスっていうところで、まあオリックスはね、初回から速攻でね、3得点。まあ福田がね、センターツーベース、宗ね、ライトへのツーベースで1打点。そして、吉田がね、セカンドゴロ進塁打。ぐーっと。こういうところでちゃんと進塁打打てるからね、素晴らしいんだよね。で、その後ね、杉本、コースいっぱいのね、スライダー、しっかりね、センター前1打点。ぐわーって、もう、福田、宗、吉田、杉本。並び完璧だね。で、その後、T 岡田がね、セカンドゴロ。で、2アウト2塁になって、足立のね、ショートゴロ、小深田ね、ワンバウンド送球でね、エラー。ね。これまあ、内田取ってやってほしいよね。まあ、これ小深田もバットだけどね。内田も取ってやってほしいよね。まあ、一番はね、投げる方が問題あるけども、これはね、ファースト取ってもらいたいというところで。あと、まあ、二塁からね、杉本しっかりホームイン。ぐわっと。ナイス走塁ね。まあ、この1番ね、福田、2番宗。これがもうスーパーグッドよ。ビッググー。ここがやっぱ機能して、この吉田、杉本。で、この福田、宗、吉田、杉本。最高だね。この流れはね。でね、2回でもね、2アウトから福田センター前で、宗がね、ライト、スリーベースで1打点、そして吉田がね、センター2ベースで1打点、2得点。ぐーっと。この並びぐっと。ね。で、その、ね、ピッチャー山岡もね、8回113球、5安打5三振1四球3失点ね、ストレートがね、非常に質が良かったかなと。まあ、そのためにね、縦スラ、チェンジアップなどがね、変化球生かせたんじゃないのかなっていう投球に見えましてね。あと、まあ、前半のね、この得点、援護っていうのも非常にね、山岡のピッチングを後押ししたんじゃ、ないですかね。で、楽天ね、涌井3回62球、6安打1三振5失点と、正直見た感じ、悪いようには見えなかったんだよね、投球自体がね。まあ、その中で、まあ、オリックス打線がね、積極的に打ちに来たっていう中で、まあ、甘めの球がね、ほとんど仕留められたっていうね、ところもあるんで、こう、カウントを整えようとしたところをね、仕留められた。で、まあ、だからまあ、見た目よりひょっとしたらね、そこでファールとか取れてないんで、キレがなかったのかなっていうところはありますけれども、投球の感じ的にはそんなに悪いようにね、見えなかった。逆にね、オリックス打線がしっかり、追い込まれないように積極的に打ち中で、ミスショットすることなく仕留めたオリックス打線に、グッと。ね。で、15日4対3でオリックスっていうところでね、楽天、まあ、後期にね、得点取れずっていうところで、まあ、3回2アウト1塁でね、田中センター前先制点取って、でね、4回表、太田デッドボールね、で、牽制、ボークね、これ多分ね、2段モーションだね。こうなんかぴょんぴょんって、なった中でね、田島が牽制したんで、これ多分2段モーションでの牽制になっちゃって、ボーク。で、村林がライト前。で、ノーアウト1、3塁になってね、こう、盗塁、ね、頓宮、バーンワンバウンド、悪送球、タイムリーエラー。でもよ、まあこれは俺も何回も言うんだけど、一番はキャッチャーが悪い。ちゃんと投げなかったからね。でも、もう完全にタイミングセーフで、完全にワンバウンドじゃん。ね。ショート紅林。体で止めよ。あれは。あんなもう簡単に手で行くとこじゃないよ、状況的に。あれはもう、ファーストランナーも捨てても、体で止めて、三塁ランナーを返さないプレーを、俺はもう全球団のショートにいたい。もしくはセカンドにいた。それ一番キャッチャー悪いよ。でもその中で、やっぱあれを判断して止めるのが、やっぱこう一流の道よ。だから俺はそういったところをね、しっかりやってもらいたいなと。バットまではないけども、お願いだね。やってもらいたいなっていうのもあります。で、その後ね、小深田、ノーアウト二塁になってね、バント、キャッチャーね、フィルダーショイス、サード、胸ベースに帰ってないのよ。頓宮、焦りか見たわかるじゃん。帰ってなかった。バーッと。あれ、ファーストでよかったよ。ちょっとまあこういうとこ焦ってくるんだよね。で、その後またノーアウト一三塁になって、今度、小深田、盗塁アウト。ちょっと舐めちゃったかな頓宮が焦ってると思って舐めちゃったかなベンチも全体的にね、楽々アウト。逆に、頓宮、ぐわーっと、ナイススロー。このね、失敗をすぐね、自分の力でね、取り返す。それがね、マイナス方向に触れた時もあったけど、このプラスに戻ってくる。頓宮、ぐわーっと。ね、ナイススローでした。で、その後ね、鈴木大地、フォアボール。で、ワンアウト一三塁になって、浅村6、4、3、ダブルプレー。ここでね、追加点取ってればっていうところでね、取り切れなかったのは楽天としては痛かったですね。で、オリックスはね、6回裏、ね、ピッチャー田中、甘めをね、仕留められるっていうね、もうこの回だけ、この回のみ、ね、福田センター前、宗ライト前でね、吉田、レフトへスリーランホームラン、ぐーっ福田、宗、吉田、この流れ完璧。昨日からで14日からぐっと。で、8回裏ね、福田、9球粘ってフォアボール、これも大事、ぐーっと。ね、で、宗、エンドランでね、成功して、ノーアウト一三塁。で、吉田がね、センターフライ。で、ここね、帰ってこれず。で、その後、杉本が犠牲フライ。ぐわーっと。この流れ。最近、オリックスのこの福田、宗、吉田、杉本の流れがいいね。この中、しっかりね、この1点のね、この杉本の犠牲フライ、非常に素晴らしかったんじゃないですかね。まあね、マー君はこの6回のね、この一発のみっていうところでね、勝ちきれなかったなっていうところ。その中でもね、なぜか、それね、先ほど言った楽天がね、取れるときに取らないからこうなる。あれさっきも聞いたね、西武のときに。っていうこの流れでしたね。で、あとはね、こう8回表、ワンアウト満塁でね、ピッチャー交代、村西、浅村、6、4、3、ダブルプレー、ぐーっと村西、これは大きいね。ここでも1本出ればっていう、だからこのね、浅村があと1本っていうところがね、もしくは犠牲ぐらいっていうところがね、まあ、出なかった。逆にね、オリックスはね、よく踏ん張ったかなと。あと、ま、9回ね、能見が出てきて、こう失点するけども、その後、K鈴木出てきてっていうね、この流れ、まあ、本当にね、一気にね、逆転っていうところもあったしね、もぎ田中ね、連続フォアボールで、岡島にライト前にタイムリー打って、ワンアウト一三塁になって、能見からね、K鈴木交代。で、ここのね、大久保の三振大きかったね、K鈴木。で、その後ね、村林もね、状態良さそうだったけど、ショートライナーとね、言った形でしっかり締め切ってね、逃げ切りがち。っていうね、ところも、まあ、9回ね、守護神がいないっていうところで多分こういうね、使い方になってスクランブルになるけども、しっかりね、そこは選手たちがね、よく頑張ったかなと思います。そしてね、昨日16日1対0でね、楽天の勝ち。もうこれはね、楽天早川。ナイアガラグーいうぐらい素晴らしかったですね。CG1 番なんてなるね、9回98球、3安打8三振、2四球無失点、初完封、素晴らしい。もう言うことなし。ね、さすがの福田宗、吉田、杉本の流れもね、なかなか打ち崩せず。まあ、山崎幸男もね、良かったけども、まあ、このね、もう1対0、もうこれは早川をね、褒めるしかない。もうこんなのね、評論するところない。早川、グッピッチ。というところで、オリックス対楽天、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。さあ、続いて、ソフトバンク対日本ハム。5月14日ね、5対2でソフトバンク。そして15日7対3でソフトバンク。そして16日2対2の引き分けで2勝1分けでソフトバンクの勝ち越しっていうところになりました。14日5対2でね、ソフトバンクの勝ちになりましたけれども、まあ日本ハム先発ね、伊藤。5回3分の1ね、96球、6安打6三振、1失球、4失点と。いや、いいピッチングだったと俺は思うけどね。まあソフトバンク打線に仕留められたっていうのはあるけども、なんか悪くないピッチングだったような気がしますね。そんなにめちゃくちゃ変な感じもなかったし、まあここはね、ちょっとソフトバンク打線が上に行ったかなっていうところでね、まあ次回、登板もね、さらなる期待をね、高まるんじゃないですかね。まあこれがね、大事なのよ。負けてもね、そんな悪く、だって勝ち負けは絶対出てくるし、どんなに状態良くても打たれる時もあるし、逆にどんなに状態悪くても打たれない時もあるのね。それはバッターもしっかりであって、まあその中でね、打たれたからダメとかね、抑えたからいいっていうわけじゃなくて、まあこうやって打たれてもね、非常にまあ、俺は良かったと思うんだよね。悪くなかった。だから次回にね、ぜひ期待したいピッチングだったと思います。で、ソフトバンクね、先発石川、いつもよりね、腕下げたかなっていうね、もう、まあ、下がってたけど、だからほぼ真横ぐらいになってたのね。まあ、その中で変化球も安定したのかなっていうところはあるんで、これはまた次回の試合もね、この腕の振り幅っていうのをね、ちょっとチェックしたいな。あそこまで下がってたかなっていうね、結構真横ぐらいになってたんで、まあそこら辺はね、変化球のね、制球が安定しなくて、ピッチングが苦労するところもあったんでね、まあそこはちょっと、下げたりしながら今工夫してるのかなっていうところで、まあこちらもね、ちょっと次回ピッチングで腕のね、角度っていうのは、まあチェックしたいと思いますけれども、まあソフトバンクはね、上林、ガッツ、素晴らしい。ね、4打数3安打2打点1ホーマーと、5回表もね、中村がレフトでツーベース。で、こ回がね、しっかりバンドを打って、上林初球ね、外のスライダー、外からのスライダーをね、初球から確実に打ってなかなかないよね。俺の経験上も。それをしっかりね、センター前タイムリーっていうのもね、素晴らしかったし、7回をね、ピッチャー谷川からね、シュート、センターじゃない、ライト、パコダメ押しホームラン。ぐわーっね。で、その中で、津森岩崎、モイデのね、津森岩崎、モイデのね、リリーフ完璧。ね。まあ、前回ロッテ製のね、とダメージもなしっていうところでしっかりね、逃げ切ったかなと。そして15日ね、7対3でソフトバンクの勝ちになりましたけども、ソフトバンクね、ピッチャーバーヘイゲン対策だったと思うんですけど、まあ、対左がね、3割4分も打たれてるっていうところで、1番から8番まで全員左出した。で、甲斐のみが右っていうね、打線を組んで、まあ、いきなりね、2回表、長谷川ね、ライト前、そして中村フォアボール、で、明石がね、ライト前。で、ここでね、ランダムプレーが起きるんだけども、これはね、ちょっと後で解説ね。で、ランダムプレーで残って、ノーアウト2、3塁。で、上林ね、このセカンドゴロ、ライダー気味だったのに、3塁ランナー中村、よくホームイン、グッチ。あれ、スタートね、だいぶ遅れても、もしくは止まってもおかしくないような打球だったところをね、しっかりね、打球判断してホームへ、素晴らしい走塁だったかな。で、その後ね、甲斐がツーシーム、ライトへ、こうね、詰まりながらもツーシーム、タイムリーっていうのも、非常に打線のつながりとしては素晴らしかったし、で、まあ、ここでね、甲斐がね、ギャンブルスタート、盗塁ね、行くんだけども、こう癖なんかあんのかなっていうね、ぐらい、思い切ったスタート切ったんで、まあ、それでね、牽制アウトになりましたけど、まあ、ここら辺どうなのかなっていうね、感じにも、見えましたね。で、その中でね、先ほど言ったこの明石のね、ライト前からのランダムプレーね、まあ、明石が回っていって、中田が中継で取って、二塁へ投げて、で、ショートがね、追えてきて、で、ファーストに投げた時には、もうセカンドベース誰もいなくて、明石がそのままセカンドへって言った時に、まあ、ここでね、これなぜ起きたかっていう、まあ問題点。だからこのね、ショート、ファースト、セカンド。だからショートがセカンドベース。で、ファーストが中継。で、セカンドがファーストベース。この、まあ3人でね、ランダムプレーをしなきゃいけなくなった時に考えた時に、まあ中田はね、そのもう、セカンドに投げるね、セカンドベース。で、ショートが取って、で、ここでやるべきことは、まあ、三塁ランナーもいるんでね、まあ難しい状況だけども、あんまり追われないで、早めにファーストに投げる。で、そして、ファーストが追われてくるような形を取っってたら、そのファーストには次中田が入ってるから、ランダムプレーとして多分成立して、明石をアウトにすることはできたと思うんだよね。だから、ちょっと石井が終わりすぎたっていうのもあるし、あれ石井が終えるだったらば、レウとかセンターがセカンドベースに入ってこなきゃいけなかったね。もしくは、基本ランダープレーの基本っていうのは投げた方に行くっていうのがね、ルールなんだよね。だから、中田がそのままセカンドに行くっていうのもね、ありだったと思うんだけど、ここはね、もうキャンプで確認作業のように練習しとかなかったら、まあダメなパターンだったね。だからその人数がいないっていうところでね、まあこういうプレーも起きてくるんで、まあできるとしたら俺はこの3つだと思うんだよね。石井が早めに投げて、ファーストに終わらせて、ランダムプレーで人を足りるように成立させる。もしくは石井が終わるんだったら、外野がセカンドベースにしっかり入るように来る。もしくは中田が投げた方に行く。でもこれは絶対3人で成立しなきゃいけないから、でもそこはもうコミュニケーションだから、日頃どういう風にやるかっていうのをマニュアル持ってルール作りしとかないと、まあこういう、ちょっとね、ちぐはぐな感じの結果になるっていうね、ところになってくるんで、まあ、ここはもう練習してルールで決めるしかないね。何が正しいかっていうよりも、このルールで決めてどういう風にしていくかっていうね、まあ、人がいなくなったっていうのは事実なんで、そこはもう、ルール的に埋めていかなきゃいけないかなと。それでね、結局パパーンとね、点を取られてしまったんでね。で、その後ね、3回表、2アウトから、柳田フォアボール。で、宇佐美パスボール、バーッと。カーブ普通のカーブ、バーッと。ね。で、その後、長谷川ショート内野安打。足の状態いいね、長谷川ね。しっかり走れてるし、全然下半身ね、まあ、怪我とかもあったけども、下半身の状態素晴らしくいいんじゃないのかね。足も速く内野安打。ね、その後中村フォアボール。で、明石ね、押し出しのフォアボールで、上林ライト2点タイムリー、ぐわーっまあこれで勝負あったかな。で、そこの中で5回表ね、柳田スリーベースからの中村ね、センター、犠牲フライダメ押し。ね、簡単にまた打てるところがいいよね。で、こういったところで、まあね、まあ、日本ハムとしてはもう完敗かな。まあ、その中でね、ワンボール4回裏ね、ライトでツーランホームラン。しかも打率もね、3割9分3厘とね、まあ、4割打って、台湾プロ野球から日本に来てね、ちょっと最初ね、スタート、日本球界スタートはね、つまずきましたけど、ここに来てね、いい活躍、ぐわっと。ここからのね、活躍をさらに期待したい中でね、まあ、先発ピッチャーマルチですね、5回4安打7三振、1失球2失点と、ストレートツーシームね、非常に力あったかなと、その分ね、チェンジアップとカーブがね、生きたんじゃないのかなっていうね、このソフトバンクに行ってから本当に非常に安定した力強いピッチングがね、ついてて、まあ、ソフトバンクもね、ちょっと先発投手陣が数足りないっていうね、怪我もあってバタバタしてる中、このマルチネスのね、存在っていうのは非常に大きいね、ピッチングになったんじゃないですかね。そして、16日ね、2対2の引き分け。ソフトバンクはね、もう4安打で、もうワンチャンスをものにしてね、引き分けっていう形でね、7回表、柳田のね、ツーベース。で、鶴岡ね、ワイルドピッチバーッと。鶴ちゃん、どうしたの？あれは取れるよ、普通に。ね。そんで、次に栗原ね、そのワイルドピッチの番はフォアボールと。で、ワンアウト一三塁になって、一塁ランナーね、盗塁、まあ、海外三振の時にね、盗塁して、でね、ツーアウト二三塁になって、明石はね、フォークボールで、噂の浮いてきたところ、タイムリー、センターがね、2点。もうこのワンチャンスのみにね、ものにして、なんとか引き分け。もう試合展開はね、日本ハムの勝ちみたいなね、試合展開の流れでしたけども、このね、ワンチャンスをものにした。やっぱその中でね、やっぱ鶴岡のワイルドピッチ、ここはね、痛かったんじゃないですかね。このツーベースをね、三塁まで生かしたってね、いうところで、ちょっと痛かったですね。で、まあ、ソフトバンクはね、守備でもね、グッドプレー。このね、2失点後ね、5回裏、2アウト1、3塁、樋口のね、サードゴロ、バッチのね、3塁線のプレー、ぐあーっあれね、樋口も必死のスライディング、ヘッドスライディングで、ちょっと下手くそだったけども、最近ヘッドスライディング怪我多いから気をつけてよ。ね、マッチのプレーはね、非常に大きかった。あれがね、セーフになってたら本当にね、負けてたって言ってもね、過言じゃないぐらいのプレーだったし、まあ今日はね、もう日本もね、もう樋口で、ヒーローになれた。ヒーローになれるかなれないか、この瀬戸際でなれない。で、だってね、このね、5回裏のね、2アウト1、3塁ね、マッチのビッグプレーに阻まれたっていうのもありますけども、7回裏ね、2アウト1、2塁で三振、そして9回もね、2アウト満塁で三振と、こう3回のチャンスの中、1回でも物にできればね、本当に樋口がヒーローだったところがね、まあ、ここはね、この1本っていうね、まあ、その大事なところでね、瀬戸際で明石が1本って追いついた。日本はね、好機があった中でね、そこを返せなかったっていうところがね、まあ、2対2のね、引き分けになってしまったかなと。あと、この試合のね、一番のもうね、皆さん気になるポイントは、やっぱ初回のね、上林のホームランがね、ホームランなのかファールなのかっていう、まあ問題だね。まあ、通過地点はね、全くポールの上だったんで分かんなかったですけど、落下地点はもう完全にホームランの落下地点だったね。あそこはね。だから、ポールがね、こうあったら、皆さんのところだと、こうこう来たのかな。でもそんなのなかなかないと思うんだよね。でもね、映像じゃ、審判がファールって言って映像を確認したらもう明確な理由がないと変わらないんだよね。これはもうさずらきチャンネルで何回もお伝えしてるとともに。でも明確にホームランっていうのはだからもう落下点でしか判断するところがないんでね。もうそうなったらもう俺はいつももうポールの上にこう真上にカメラこうやってつけといてほしいよね。でこれぐらいの視野があるところのカメラつけといて、でそのどっちに通ったかで判断する形やってほしいよね。あとはもう名古屋ドームね、バンテリンドームみたいにもう天井まで行っといてほしいよね。ドームだったらもうそれが一番なんかもうはっきりですよね。もしくはもう先進だよね。昔みたいな日本シリーズとかいるけどね、真下に立ってこうやって見とくだけでも全然違うと思うんだよね。でも一番やっぱり合理的なのはやっぱポールの上にカメラつけるのが一番いいと思うんだよね。そこが一番分かりやすいじゃんね。多くのみんながホームランって言ってるからね、どうなのか分かんないけど、でもビデオの結果はね、どっちかよく分からないような判定ね、確固たる明確な理由のやつはなかったですね。でもぽいけどね、ホームランでも分かんない、映像には載ってないからね。そんな感じだから、仕方ないね。また自力で打つしかないね、上林もね。そんな感じに、見えました。結果ね、ソフトバンクの2勝1分けの勝ち越しでした。さあ、続いて、広島対 DeNA セリーグいきます。14日9対2で広島の勝ち、そして15日が雨で中止、そして16日3対3で引き分け、結果1勝1分けで広島の勝ち越しになりました。14日ね、9対2で広島の勝ちということで、広島ね、高橋6回88球、4安打4三振、2四球2失点とね、甘めでもね、こうどんどんストライク投げ切ったっていうところも良かったし、球速は、そんなめちゃくちゃ速いわけじゃないけども、球速以上にスピード感あったのかなと。ストレート系ね、結構差し込まれること多かったなっていうようなね、DeNA 打線に見えましたし、その分ね、カットボールっていうのが非常に生きたのかなっていうね、投球内容に見えましたね。DeNA はね、もういきなりミス連発で3失点。これはもうきついよね。2回裏ね、西川の3塁ゴロね、外ファーストへね、3-1 のプレー悪送球。で、その後ね、阿部のセカンドゴロね、4-6-3 ダブルプレーを、牧がね、ショートへ悪送球ね。で、ノーアウト2、3塁になって、で、小園がね、ライト、タイムリー。で、2塁ランナー、阿部はね、本塁アウトになったけども、で、この後まだまだ続くのよ。石原がね、レフト前打って、ワンアウト1塁でね、高橋バンド、しっかり決めて、菊池フォアボール。で、羽月がね、ライト2点、タイムリーツーベース、グッと。この羽月でかい。ね。ここのね、阿部がホームでアウトになって、これで、1得点で終わりかなって見せかけて、石原が打って高橋バンド決めてね、菊池初期でね、行くっていうところがいい打点のね、流れでしたね。でね、DeNA のね、見せはね、もうここのみでした。もう3回表ね、ノーアウト1塁から桑原ね、センター、ツーベース、ね、初期、パーッと、前出てきた。ね、目測誤って、超えてね、で、ノーアウト2、3塁になって、大和のね、センター前タイムリーで、ノーアウト2、3塁から1点取って、で、ノーアウト1、3塁、オースティンのセカンドゴロの間に1点。ワンアウト2から佐野キャッチャー裏へ、外センター裏へ。ここでね、一気に来たかった。そしたらもっとね、ちょっと展開変わったと思うけど、このね、2回裏のね、広島のように、こう、打線のね、つながりができてたらね、よっ何か変わったかもわかんないですけど、ここでね、やっぱりオースティン、佐野外とね、オースティンの内野安打の間に、内野ゴロの間にね、1点取りましたけども、ここでね、パンパーンって出てればね、ちょっと違った形になったかなっていう形でしたけども、結果ね、9対2、広島の勝ちでした。で、15日、雨天中止になって、16日ね、3対3の引き分け、DeNA、16安打、ね、しかも4四死球もらって、4併殺、ね、で、結果7回の外のスリーランホームランのみ、ね、これは、きつい。もう解説しようがない。もういつでも点取れるような感じだったけど、最後の最後で詰め切れず、しかもホームランのね、スリーランのみっていうところもちょっと苦しいね、試合展開でしたね。で、広島はね、もうこの西川一人のナイスバッティング。4回裏ね、ワンアウト二塁からね、チェンジアップ。そして8回はね、ツーアウト一塁から山崎のね、ツーシームをね、あれを出るのはもうね、西川しかいない。レフト前両方。グッと。それでね、しっかり得点。あそこで、抑え切ってた DeNA もね、勝ってたところでしたけど、この西川のね、もう天才打ち、これがね、披露されて、結果ね、3対3の引き分けになりましたけど、やっぱり16アンダー4四球だから、要は、20出塁して、ホームランのスリーランのみはちょっときつかったですね。DeNA ね。でも結果ね、この1勝1分けでね、広島の勝ち越しになりました。さあ、続いて、中日対ヤクルト。5月14日1対4でヤクルト。で、15日0対5でヤクルト。そして16日2対2の引き分け。ヤクルトの2勝1分けの勝ち越しでした。14日ね、1対4でヤクルトの勝ちというところでね、中日ね、もうちぐはぐさ満載というところで、もう10アンダー6四球をもらって13残塁って、もうどうしたっていうね。4回表ね、ワンアウト、オスナでね、レフトオーバー、ツーベース、ネオ、前に出てきて打球判断、バーッと。前に出てきたね。もう万歳の形で打球判断。で、その後ね、ツーアウト後、ワールドピッチね、木下。ちょっとここね、なんか左肩のところ当たって、痛いのわかるけども、あれすぐ処理してたら、3塁アウトできたよ。そこで一瞬ね、ちょっと伸びしたところね、もうそこしっかりね、その3塁狙ったっていうところでね、このオスナのね、グッソール。ね。でもあれをすぐ痛くてパッてね、できるかどうかが勝負なのよ。ね。で、ツーアウト3塁になって、サンタナね、ツーボールからタイムリー打つんだけども、ここね、敬遠、もうそのまま敬遠でここが勝負でもよかったよね。まあ結果論になるけども、もしくはフォアボール OK でもっと際どい球投げなきゃいけないところを甘めに入ってね、ここタイムリー打たれたっていうのはね、ちょっとちぐはぐさ感じるかなっていう。もう俺は正直もうあそこ2ボールになった時点で、まあそれまではね、勝負でいいけども、2ボールになった時点でもう敬遠で、ここが勝負っていうところでもね、非常に良かったんじゃないのかなと。あとね、7回裏。1点取って勢い出てきた中で、高橋打って、うわー、いくぜーってなったところで、2、3、ピックオフプレー、タッチアウト。高橋、バーッと。ここがぐーっと。ね。で、8回裏もね、安倍がセンター前打ってダイソー高松出てきて、で、ネオの打席ね、3ボール2ストライクで、これランナー自動的にスタートやろうっていうラインドヒットの形になって、最後スライダー、ボール球振って、盗塁アウト、ここがぐーっと。ここがビッググッド。このね、7回裏のね、このピックオフプレーのファースト高橋刺したのと、このね、ダイソー高松、三振ゲッツ、非常に素晴らしかったですね。まあでも根をね、この 3-2 のランエンドヒットの形ね、三振だけはしないように、なんとかエンドランの形で最悪当ててランナーを進塁させるようなバッティングしてほしかったですよね。しかも低めのボール球ね、三振というところ、あそこ我慢するのがね、こっからの、さらに能力を上げるための道のりを。あれは見逃してほしかったね。でね、ヤクルト、ね、金久保、2回3分の1、打球が当たって交代。これね、皆さん、何回も言ってますけど、里崎の呪いとか存在しませんから。ね。なんか侍ジャパンメンバーに選ぶと、怪我するとか、抹消されるとか、もうそんなこと全くないんですから、SNS 上で、あなたです。見てますよ。里崎は、エゴサしてるんで。あなたのそのツイート、見てますよ。ね。気をつけて。ね。呪いじゃないんですから。ね。まあでもなんかね、そこまで一生なかったって言ってたんでね、まあ早い復帰をね、期待したいと思いますけども、ヤクルトね、緊急登板になったね、今度4回ね、3四球連続でペンチ作ったけども、まあしっかりね、そこ踏ん張ったっていうところとね、3回交代速のね、ワンアウト1塁のピンチもね、まあ逆対角線のストレートね、ぐーっと素晴らしいね、インコースをね、ズバッていって、ここね、しっかり抑え切ったっていうところでね、まあリリーフもね、ヒットを打たれながらも、まあ粘ったかな。あと山田村上オスナのね、このクリーンナップが、最強っていうところでね、非常に投打にわたってね、素晴らしい、試合だったんじゃないですかね。そして15日ね、0対5。ここはもうヤクルトね、小川、9回99球、3安打6三振、無四球、無失点、完封です。ね。これはもう言うことないですね。まあ、この辺もね、山田4打数2安打1打点、村上5打数2安打、オスナ5打数2安打1打点、クリーンナップ最強。グッド。ピッチャー抑えてクリーンナップ打ったらもうそれは強いよね。もう中日、言うことありません。まあ、この試合。頑張ってしかないです。そしてね、16日2対2の引き分け。ヤクルトはね、8回裏、ワンアウト1塁でね、木下のレフトフライ、並木、グーッと、ナイスダイビングキャッチ。で、9回裏ね、このサヨナラのピンチでワンアウトされたね、福田のセンターフライね、浅見でしたけど、まあそこはね、逆に大島スタートしなきゃいけないよね。あれはもう思い切ってね、スタートしながらで、塩見、グーッと、並木、塩見のダブルグッド、守備。いや、これはもう、しかもドストライク送球ね。非常に素晴らしい、ナイスプレーでしたね。まあそこでね、負けててもおかしくないところでね、この並木のスーパーキャッチとね、塩見のね、最後ナイススローね、非常に素晴らしい、これぞプロっていうね、形のね、プレーでしたね。中日、7回裏ね、医療レフト前打って、ダイソーね、滝野盗塁して、ネオバンドできず。で、ヒッティングに変えて三振。進塁打も出ず、バーッとこれで無得点。で、9回裏もね、ネオバンド、キャッチャーフライ、バーッ結果、この日も12安打13塁、2得点きつい、バッと。作戦しても全中ができんし、待ってても残塁するし、里崎はバカかお前中日優勝とかふざけんだって言われるし、ちょっと頑張ってください、ドラゴンズの皆さん。もう去年と一昨年と全く同じパターンで進んでいます、この前半の流れね。どうなんですかね、去年もこんな感じでした。静かにこのまま全試合をチェックしながら、何がきっかけで変わるのか、解説していきたいと思います。ということでですね、まあ、別に俺はドラゴンズファンでもなんでもないんだけどね。でも優勝するんちゃうかって言ってこうなっちゃうとね、もう俺もう叩かれまくるのよ、ね。皆さん頑張ってください。ヤクルトの2勝1分けの勝ち越し。ヤクルトとしてはね、本当にね、ピッチャー陣踏ん張る、守備も良かったね。しかもクリーンナップがね、打つっていうところで、まあ昨日もね、村上のツーランもありましたしね、非常に素晴らしいね、試合展開だったんじゃないですかね。さあ続いて、伝統の一戦、2000試合目を戦った。巨人阪神。だから1999試合目、2000試合目、2001試合目がね、14、15、16で行われましたけども、なんと、伝統の一戦2000試合目という節目の素晴らしい記念ゲームを佐々木日本放送で解説が当たるという、しかも翌日佐々木朗希の先発の試合が解説で当たるという、この奇跡、なんて運を持ってるんだとね、思いましたけれども、この試合、巨人阪神戦解説していきたいと思います。14日1対2で阪神、そして15日が5対3で巨人、そして16日6対5で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越し。これは勝ち越しは大きいですね。タイガースにとったらね、逆に巨人はね、こう勝ち越していかないと前半戦のね、ちょっと山場だったかもわかんないですよね。でね、14日の試合はね、リードをちょっとね、チェックしていきたいと思います。このね。で、ここの格言、これです。リードの良し悪しじゃなく、うまくいったか、いかなかったか。これです。リードがいいとか悪いとかじゃなくて。でね、阪神、対岡本をね、青柳に対して前回ね、2本塁打と、それをね、ツーシーム系2本ね、いいところでホームラン打てるから、まあ、この試合どうなるのかなっていうところでね、1打席目、2アウト2塁で回ってきてね、カットと、セカンドゴロ、外でいったんですよね。で、2打席目、ワンアウト満塁からね、ツーシーム投げて、レフトへ犠牲フライ。しかもこれね、結構いいバッティングだったから、打球が上がらなくて良かったかなと。で、ここでね、梶谷がホームでね、好走塁でギリギリのプレーでね、セーフになりましたけど、これね、一歩間違ったら長打も合うぐらい完璧なスイング、完璧なバッティングだったね。逆にだから、阪神としてはラッキーだね。ここでね、たまたまアウトになったっていうぐらいのラッキーさはあったね。で、3打席目、ワンアウトから、スライダー、見逃しストライク。で、スライダーボールで、スライダー。で、ライトフライ。やっぱりね、意識はインコースあったね。だから若干こっちの方が広くて、外届きかねてたんで、まあ、この2打席目のね、やっぱツーシームでやっぱり打ち無理やってね、多分梅野は判断したと思うんだよね。で、そういったところで3打席目、もう一回シフトチェンジを外にして、非常にね、この岡本を抑えたっていうところは、阪神バッテリーね、大きかったなと。じゃあ逆に巨人はどうかと。こうね、対梅野でね、見てみたんですけど、1打席目ね、外のストレート空振り。で、インコースストレートボール使って、外のストレートをライト前。で、梅野のヒットって今年5割以上、6割か7割ぐらいがセンターから反対方向にね、ヒットが多いっていう中で、このヒットを打たれて、ね。で、2打席目、スライダー、ボール。で、カット、ストライク、カット、空振り。で、ストレート、ボール。でね、チェンジアップいったんだよね、ここでね。で、このね、見逃し方、チェンジアップの、これやっぱり反対方向狙ってんなっていうね、低めのチェンジアップをしっかり見逃せるって、なんか反対方向狙ってんなっていうところで、一発最後インコース行くんだよね。で、それをインコース際どい、結構いいところね、だったけども、肘畳んで、センター前ね、タイムリー、これが決勝点になるんだけども、あそこでね、インコース行きたい気持ちわかるね。正直。チェンジアップの見逃し方が、もうちょっと振りに行ったとか、もうちょっとハーフスイング気味に行ったんだったら、ひょっとしたらもう一回アウトコースっていう手もあったけど、チェンジアップ、チェンジアップぐらいの感じで、もうかなり引きつけて簡単に見逃されたんで、これまたアウトコース行くとちょこんと合わせて、ライト前とかあるなっていうところでね、よし、1、2、3、4、5、6球目ね、よし、インコース一発勝負で詰まらせようっていうね、このキャッチャーの気持ちがね、すごいわかる。でもそれを上に行ったのが梅野のバッティング。だからこれをね、リードがいいとか悪いとかの問題じゃなくて、掛け勝負なんだよね。だから俺はその気持ちもすごいわかるし、まあそこをね、上行かれた梅野のバッティングをね、グッとなだけで、まあこのね、配球っていうのは非常にわかるポイントだったかなと。あとね、巨人で言うと2回の裏ね、ワンアウト1塁から吉川センター前行ってね、若林が3塁アウト。このね、2塁前ね、躊躇しなかったら行ってもよかったけど、躊躇した分ね、やっぱこのね、しかも楽勝でアウトだった時にね、まあ構想と暴走は紙一重って言うけども、ここはね、躊躇してもらいたかった、ね。この必死さっていうのはね、まあ必死さがね、打線にも繋がってね、いい形でできてる中でね、この必死さがちょっとね、裏目に出た走塁だったかなとね、思います。で、続いて、15日、5対3で巨人の勝ちっていうね、この日ね、2000試合ね、解説させていただきましたけど、巨人ね、1回裏、2アウト1、3塁でね、1塁ランナー丸、3塁ランナー梶谷ね、ダブルスチール成功、グワーッツ。ね、バッタースモークっていうところで、ここでダブルスチールしてくるかっていうね、ところもありましたよね。でもね、これなんでダブルスチール成功したかっていうと、まずね、一つ、スイッチヒッターということでね、右バッターのスモーク、ね、三塁佐藤が結構守備位置深く守ってたんだよね。だから三塁ベースの距離がめちゃくちゃあった。で、その中で、梶谷が第2リードをめちゃくちゃ大きく取れたんだよね。三塁に投げられてくるっていう危険性がね、圧倒的に少ないんで。で、その中丸が盗塁して、まあもちろん、そのダブルシールを初回からやってくるなんて思わない。で、もうセカンド投げた瞬間には、その第2リードの大きさとともに、いいスタートを切った梶谷がホールにね、セーフ。まあこれはね、この三塁佐藤の守備位置で、スモーク初回っていう形をとって、その思い切ってやった原監督のね、サイン、グワッと。で、しかもね、その梶谷もね、三塁の佐藤を見ながら距離感とね、いい第2リードを取ってスタートをね、完璧に決めた、グワッと。ね。で、こちらね、今度佐藤打撃、ね。1回、2アウト3塁でね、レフトツーベース、2エンド2からチェンジアップね、タイムリー。で、3回、表もね、1アウト1塁でね、右中間、2エンド2からカーブ、タイムリーと。これね、サンチェス、インコースやっぱ振り遅れてたんだよね、全体的に。で、まあ、確かにインコースのストレートが若干シュート回転で甘めで入るっていう怖さはあったけども、全体的に狙いに来ててもやっぱり詰まってたんで、ここもうちょっとね、意識させないと、簡単にストライクゾーンに変化球行くと合わせられるっていう危険性があるんで、ちょっとインコースのね、ストレートの使い方が足りなかったかなっていうのはね、これは解説でも言わせてもらいましたけど、思いましたね。ここでね、3打点と、非常にね、佐藤、4番の素晴らしい活躍。グッね。で、巨人ね、隅谷、2回表ね、打者中村、ワンアウト1塁ね、梅野がとね、こう盗塁、気づいてない、バーッと。全く気づいてなかった。で、もう半分以上いってようやく気づいて投げたけど、もうそれ時、すでに遅いしね。で、その後ね、梅野三振で、ピッチャー伊藤ね、レフトフライと無得点だったけども、こういったやっぱり隙を見せて、じゃあ、やっぱ今の阪神ね、一気にやられるから、やっぱまあね、この、ベテランの隅谷っていうところでね、まあそういったところはしっかりね、この技術のミスじゃなくて確認作業のミスだからね、この盗塁されてるのに気づかないっていうのはね、バーッ。で、続いてね、2回裏、スモークをね、がね、ツーシームレフト前。で、若林がね、カットボールレフト前と。で、吉川、ピッチャーゴロ、1-4、のプレーで、ワンアウト1、3塁になって、隅谷センター前と。で、ワンアウト1、3塁から、このね、サンチェスが3バント失敗。バーッ。だこういったところなんだよね。セリーグやっぱ DH とか、まだもう大事かもわかんないけども、こういったピッチャーがピッチャーの仕事をちゃんとやるっていうところがね、非常に大事になってくると思いますよね。まあこれからね、昨日の試合の解説しますけども、アルカンタラとかはね、しっかりバント決めてるっていうところで、まあサンチェスがね、ここでしっかりバントね、決めたかったっていうのもあるし、ここね、セーフティースクイズ気味にね、来てたと思うんでね、ここでね、もう1点も2点も取ってればね、もっと楽な展開になったかなと。で、その後ね、梶谷セカンドゴロと。まあ、こういったところをね、やっぱりピッチャーの打撃。だからね、ファンの皆さんもみんなそうですけど、ピッチャーだから仕方ないっていうね、考え方思いっていうのはまずやめた方がいいですよね。ピッチャーでもやるべきことはちゃんとやる。打者、バット立ったら打者一緒。ね、グローブ持ったら野手と同じっていうね、このね、ピッチャーだから仕方ないっていうのはね、ダメだと思うんだよね。このサンチェス、バーンと。で、3回裏、2アウトから岡本さんのところ、ね、佐藤、グワッと。ナイス。サードの守備も結構うまいよね。佐藤ね。華麗なグラブハンドリングさばきあるし、で、足も、走攻守本当に揃ってるよね。素晴らしい。ルーキーとしてはね。で、巨人5回裏ね、スモーク、スリーラン、カットボールね、2アウトから丸がライト前、岡本センター前打ってね、チャンスメイクして、このスモークのね、一発、ガーッツ。もう弾丸ライナーで突き刺さってね、レフトスタンド。まあ、スモークはね、左の方がパンチ力あってホームラン多いかなって。んで、そのデータもね、なんかメジャーでも、右より左の方が圧倒的にホームラン打ってるけども、右でもね、非常にいいパンチ力。あ、こういう風にホームラン打つんだっていうところがね、見えた、ナイスバッティング、でしたね。あとね、サンチェス。大城がマスク被ってる時は結構アウトコースの攻めが多いから今日住谷でね、どうなるのかなと思ってて。まあ住谷もね、インコース結構要求してんだけども、やっぱりサンチェスが投げきれないで、カウント悪くなるんだよね。で、そうなってくるとなかなか厳しくなるから、使いたいけど使えないっていう状況もあるなと思って見てたね。あと、行くけど逆球だったり、そこ請求しないで、もう無理やりボール球投げるのも、まあもうこれカウントいい時しか投げれないなってね、いうところで、なかなかだからサンチェスはね、今後ちょっと、右バッターのインコースとか、そこもうちょっと甘めでもいいからツーシームとかね、ちょっと練習した方がいいのかなっていうようなね、感じに見えましたね。だからキャッチャー変わって、ちょっと配球変わったけど、やっぱインコース投げきれないと苦しくなるね。そういったピッチング内容見えました。したね。あと、巨人9回ね、鍵谷、大江、根上とね、最後、踏ん張るんだけども、まあ、鍵谷ね、ちょっとバタついて、大江ね、糸原からだけど、俺、近本からでもよかったんちゃうかって、どうせ出すんだったらね、で、最後ね、丸で、野上ね、もうビタビタで、カットボールね、いいところに決めて抑えて、野上、ガーッツ、ナイスピッチ、その前の大江もグワーッツ、ナイスリリーフね。だからここはまあ、ね、勝ったからいいけど、まあ、俺は、近本から大江でもよかったんじゃないのかなってね、いう風に、見てましたね。まあでもね、この2戦試合、伝統の一戦スモーク、グッドホームランでした。16日、5対6でね、阪神の勝ちっていうね、ところになりましたけども、阪神ね、日本初先発、アルカンタラね、6回86球、7安打5三振、無四球5失点。まあ、ストレート、スライダー、チェンジアップ、フォーク、スプリットゲームあんのかな？コントロールは良さそうだね。いい形で投げてるんで、だから、キャッチャーもリードしやすそう。どこ来るかわかんないとか、暴れ出したりするわけじゃないんで、だからまあ、今回ね、勝ち投手になりましたけど、5失点だからまあ、次回もチェックだね。まあ、初登板だったしね。でもなんか良さそうな感じがする。で、あとキャッチャーもリードしやすそう。そういった面ではね、日本にフィットするんじゃないのかなっていうね、期待値はかなりありますね。で、阪神、3回表ね、下位打線から、ね、中野ライト前、で、アルカンタラバント。アルカンタラバントく、きっちりやるね。確実にね。で、近本がね、ライトでタイムリー。で、糸原三振して、2アウト1塁から、3-2からね、ランナースタート。ね。で、丸田のショートゴロ。吉川エラー。バーファーストへね。だからもうワンパンだったら、もうワンパン投げよう。中途半端じゃなくて。俺はそれでもいいと思うの。ワンパンだったらもう手前からでもいいからワンパン投げておけば、ファーストもやっぱ処理しやすいと思うのね。あとなんか中途半端に、ふわふわーってなんかゆっくりなやつでワンバウンドしてあるから、あれファースト取りづらいよ。どんなバウンドするかわかんないから。それだったらもう全力で投げるとか、なんか全部が中途半端だったね。なんかスローイングスピードも中途半端だし、バウンドさせるところもノーパン掘ろうと思って失速したのかわかんないけど、なんか全部が軽いようなプレーになってしまってね。バーッと。でもね、スタート切ってたね。ランナーホームまでね、しっかり帰ってきて、このね、近本、非常に素晴らしいね、それ、グッと。あと、吉川ね、本当もう、最初からワンバン投げるか、もう全力で投げる、もうちょっと切れてやんないとね、ちょっと軽いプレーに見えましたね。で4回表もね、陽川、ライトでツーランホームラン、グワーッと。ね、久しぶりの出場でもね、先発、結果を出す、グワーッと。ね、ビッググー、これあげたいね。やっぱりね、この、まあ、代打とかでは出てきてもね、こう、久しぶりのスタメンでね、ロハスがずっと出てたんでね、その中でしっかりね、この大事な試合で結果出すっていうのはね、非常に素晴らしいし、ベンチも頼もしいんじゃないですかね。なんか、使ってね、喜ぶみたいなね、感じもあると思います。で、その後ね、梅野がセンター前、ね、中野ね、ショート内野安打、吉川、ワンステップ多いよ。あれ、ポンポンっていかないと、それアウトになんないよ。なんで取ってからね、一歩ぐらいワンステップ中、ゆっくり踏んで、内野安打。あれはもうね、技術のミスじゃなくて、判断ミスだね。あれもバーッと。ね。で、その後、アルカンタラバント、グーッと。めっちゃうまい、バント。でね、近本、センター、タイムリーツーベース。で、その後、糸原もね、きっちりセンター前タイムリーで6点目、グーッと。この下位打線から流れ完璧。でもそれをね、可能にしてんのがこの吉川の守備を。やっぱりね、セカンドの時は、まあね、坂本がいなくて緊急にショートっていうところもあるけれども、この判断のミスだからね、そこをもうちょっとこのね、判断というかね、ジャッジをちゃんとね、すれば、技術的には問題ないと思うんで、そこら辺のね、ジャッジをしっかりね、してもらいたいかなと思います。で、巨人ね、6回裏、2点取ってね、2アウト1、3塁で、松原の時ね、1塁ランナー若林スタート、ね、で、三塁ランナー丸。これ大リード大きい。またこれダブルスチールっていう形でね、梅野が気づいてね、三塁スローしたけども、コート。バーッと。ちょっと慌てたかな。あるんだよね。儲けたっていうね。よっしゃってね、よっしゃって思うがためにね、焦って投げて、投げるところのどっかの動作をね、省いちゃうんだよね。で、その分抜けちゃって。でもあれ、丸ね、あれまたダブル C を狙ったね。丸も第2リードめちゃくちゃ多かったんで、今度はサードがね、ビタッとついてたんで、ちゃんと投げてればね、100% アウトでしたけども、さすがにね、このワンカード2回目っていうのはね、まあ相手も気づいてくるっていうところとね、多分梅野もね、よっしゃという思いがね、冒頭になったっていうところで、ここは梅野ね、バーッとね、気をつけていきたいですよね。で、まああとね、ジャイアンツ、2アウト1塁からね、8回裏ね、ダイソー増田、スモークバッター、岩崎の牽制アウト、バーッと。ここは、まあなんて言うんだろう、まあ2ボールなって、強打者になると、やっぱランナーから、意識がやっぱり遠のくのは、まああるんだよね。だから盗塁しやすいっていうのも確かにあるんだけども、でもね、スモークは前日ホームラン持ってる。1点差、ここでホームラン打ったら逆転っていうところで、2ボール。俺は走るのはいいけども、このカウントかっていう。このカウントでそこまで焦っていかなきゃいけなかったか、もうちょっとカウント、ね、ここも初球とか走れてないんだったらもうちょっと見ても、しかも相手も、ね、このスモークに対してちょっと嫌がってるところもあるし攻めにくそうなところもある、ひょっとしたらフォアボールもあったかもしれないというところで、この2ボールからのこの牽制アウトは、ね、バーッとちょっと状況を、ね、確認判断が甘かったかなと。だから結局この試合でちょっと状況確認が、ね、甘いところがこの、ね、1点差で負けるというところにねつながったんじゃないのかなと。あと両チームねリリーフがね非常に頑張っただけにね、こういうなんか判断ミスっていうところが敗戦につながったのはねちょっとジャイアンツもったいなかったのかなと。あ、逆にね阪神はその隙をついてねしっかり得点を重ねて、このカードをね2勝1敗の勝ち越し、非常にね素晴らしい戦いだったんじゃないでしょうかね。ちょっと一気にねいきそうな予感がしますよね。さあということで先週の佐々木チャンネルベストライン発表します。パ・リーグからピッチャー楽天早川、ルーキー1番乗り完封、キャッチャー西武森、2番打者最強、ファーストロッテレアード寿司食いね、セカンドオリックス福田大事な1番、サードオリックス宗大事な吉田の前、ショート西武源田もう常連、レフト楽天島内内間クルツェ、センターロッテ荻野怪我だけが心配、ライトロッテマーティンイエスマーティン2発、 DH オリックス吉田西野安打製造機。セリーグいきます。ピッチャーヤクルト小川ライアン、キャッチャー阪神梅野得点圏打率1位、ファースト巨人スモーク伝統の一戦2000試合目でスリーラン決定打、セカンドヤクルト山田トリプルスリー、サード巨人岡本固め打ち、ショート DeNA 大和そっくりな人3人知ってます、レフト巨人ウィーラー大魔王、センター阪神近本絶好調、ライト巨人梶谷チャンスメーカー。さあということでベストナインお送りしました。さあ今週の対戦は、阪神がヤクルトと甲子園で、巨人が広島と2連戦で、中日が DeNA と3連戦、楽天、日本ハム、そしてソフトバンク、西武、ロッテはオリックスと2連戦という形になりましたけども、パ・リーグはねまだまだ1位から最下位まで 5.5 ゲーム差、1位から3位まで1ゲーム差と熾烈な戦いがねどんどん続きますんで、今後もねどうなっていくか。逆にね、セ・リーグは1位から2位、巨人までが 4.5 ゲーム差と離れて、もう4位以下は10ゲーム差以上離れてるんで、これ以上離されるわけにいかないですね。だから、まあ、なかなか難しいですけど、調子に乗って、このヤクルトがね、甲子園で阪神3立てぐらいね、していかないと、阪神独走がね、なってくるんじゃないのかっていうね、怖さが出てきます。さあ、ということでね、今週も佐々木チェックをお送りしました。今週もプロ野球、何が起こるかわからない。皆さん、要チェック。